台湾選挙北京当局の計画は破滅蔡新婚2024年の中南海での内部抗争再起の結末は不吉かもしれない。 1月13日夜台湾中華民国2024年総統選挙に決着がつきました民進党候補のライ清徳氏とショミキン氏が総統と副総統に選出されました選挙前中国共産党中共は様々な手段で台湾の選挙に介入していました しかし最終的な結果を見ると中京全国政治協商会議の王古寧主席による選挙仲介の密謀は破綻しました選挙前、雷清徳氏は8つの公約を掲げました1将来の総統として党派に関係なく専業を尊重する2最高のチームを組織して台湾を強大にする 3. 民進党の看板である清潔、禁制、郷土愛を磨き上げる。4. 愛と平和、非暴力の価値観を実行する。5. 民主、平和、革新、繁栄、正義の道を歩む。6. 国民の負担を軽減し続ける。7. 未来世代への投資と若者の支援を続ける。 8居住の正義を決定するの8つです1月9日、ライ聖徳氏とショミキン氏は国際記者会見を行いましたライ氏は蔡英文総統の外交、国防、両岸政策を継承しますまた中華民国である台湾はすでに主権を持つ独立国であるため特別に独立宣言する必要はないと強調しました 来志が総統になった際にはインド太平洋地域に新しい局面が生まれるとみられています。来志はさらに台湾は平和において理想を持つことはできるが幻想を持ってはいけないとしました。一つの中国の原則を受け入れることは本当の平和ではないとし主権なき平和は香港と同じ偽りの平和だとしました。 平和は唯一の選択肢だがそれは侵略者の善意に頼るのではない実力に頼るべき実例はチベットや新疆香港だと述べました今回の台湾の選挙は世界の政治選挙の風見取りとされ国際メディアの注目を集めました 世界30カ国150以上のメディアから約400人のジャーナリストが台湾を訪れあるいは駐在し選挙を取材、体験しましたしかし選挙前中共は様々な手段で台湾の選挙妨害をしました 台湾の極憲章外相は9日中共は軍事的に脅し政治的勧誘経済的誘惑サイバー攻撃偽情報による認知戦など様々な戦術で世論操作をしたと述べましたそして選挙を戦争か平和か繁栄か衰退かの二者択一にしようとしたと指摘しています 台湾の内部情報によると中共全国政治協商会議の王古寧主席は2023年12月初旬に秘密会議を開きましたそこで中共の統一戦線部、軍、諜報部門がどのように細分化し台湾の選挙を妨害するかを計画しました台湾の国家安全保障関係者はこの会議は定例会議ではないと言います 国際情勢と台湾の内政状況の変化を踏まえた台湾選挙に関する最新の指令であったことを明らかにしました消息筋によると会議には中共中央委員会宣伝部国家安全部国防部台湾事務弁公室などの政策決定担当者が参加したといいます 会議では投票日まで1ヶ月半足らずの時期にこれまでのトップダウンで組織的かつ大規模な選挙介入から全面的に細分化する姿勢に変えました具体的な捜査は中共中央委員会が台湾の特定の政党やメディアを直接招聘して交流するというこれまでのやり方を細分化しましたつまり国務院所属の各部と各委員会が分業したのです まず特定の台湾メディアグループの責任者著名なスポークスマンあるいは世論調査組織のトップを探し出しましたそれから研究という名目で交流のために中国に赴かせますその他にも話題を設定し台湾のニュース映像を再編集しネット上で拡散させるというものです 台湾内部の安全報告書によると、中共の世論誘導における主な分業は次の通りだといいます。中央宣伝部が各地の国家インターネット情報弁公室と福州311基地を通じて、認知船と台湾人有権者の誘導をしています。福州311基地とは、 福建省福州市に位置する中共軍の対台湾工作を専門とする認知戦部隊です今回国務院台湾事務弁公室と統一戦線部が台湾政界の末端を誘引する役割を担っています例えば村里町や寺の関係者に対し優待旅行券の提供さらには台湾人ビジネスマンに優待航空券を配布していました 中共の元幹部で中国問題専門家の王雄軍氏は最近大紀元への寄稿で中共はいつものように台湾の総選挙をさまざまな方法で妨害していると分析しました以前と異なるのは今回の妨害は最も深く広く複雑であるということです王氏によると中共が反台湾独立の名目で台湾の選挙に介入しているとの見方を示しました それはまるでオオカミが羊を食べようとするようなもので川下の羊が川上にいるオオカミが飲む水を怪我したという言い訳を作ったと表現しています視察のために台湾を訪れた時事評論家の趙天領氏は中共にとって今回の選挙結果は惨敗で民進党を退場させるという目標は達成できなかったと述べました さらに中共は民衆党と国民党が協力して民進党を打ち負かすという期待も達成されませんでした少子の考えでは中共は今後もこのような努力を諦めないと言います選挙後中共は2つのことを行うとのことです第一に中共は必ず文行深くつまり言葉で攻撃し武力で威嚇をすると言います なぜなら来清徳氏はすでに当選しており何か軍事的な脅迫をしないと中共はメンツを失ったと思うからですただ台湾への大規模な侵入は可能性が低いとしましたまた中共は台湾を経済的にも封じ込めようとしますが大きな効果はないとの見解を示しました最後のニュースです 中共政治局常務委員である佐伯は多くの職務を兼任しその権力は非常に強大であるため最近海外メディアから再び注目されています分析家によれば佐伯が党首に徴用されているのは彼が習近平に対して絶対的な忠誠心を示しているからだと言います しかし最近習近平が再起だけを持ち上げるので習軍団の内部で矛盾が表面化し再起には不利になる可能性があるとの見方もあります再起の結末はネットユーザーによって毛沢東時代の劉正奇や林彪と類比されています 佐伯は7人の政治局常務委員の一員だけでなく、中央弁公庁主任、習近平の弁公室主任も兼任しています。この兼任のため、採記は中共党首の外遊に同行します。中共の慣例では、常務委員は最高指導者の外遊に同行することはありません。さらに採記は中共国家安全委員会の副主席にも任命されています。 これは中共党首が指導すす。る不透明な組織です再起が任命される前はこの委員会には党内で2番目の総理と3番目の全国人民代表大会の委員長の2人の副主席しかいませんでした作家で時事評論家の蔡新婚氏は12日大紀元に対してこう示しました蔡祈は現在中共党内で党首に次ぐ非常に高い地位にある 彼の地位は総理の利教を上回るその理由は彩貴が党首に対して絶対的な忠誠を持っており党首から何を命令されてもそのままやるからである例えば彩貴は北京で低単人口低級の人口を排除し北京市が遊安市の建設支援をするなどどんな仕事も率先してやる蔡氏の分析はこうです 再起と中教当主の関係は福建省時代に遡り当時から接触があった後に州が浙江省に赴任すると再起も浙江省に移動させられたある意味で再起と中教当主との関係は他の人よりも密接だ州が権力を握ると彼の側近の福建省派閥は浙江省派閥よりも高い地位にある 1>, 1月4日には中共中央政治局常務委員会が全国人民代表大会国務院全国政協、最高裁判所最高検察院の党組織の仕事に関する報告を聴取しました中央書記書の仕事に関する報告も受け党首が会議を主催しました中共党首による今年の中央書記書に対する評価は過去と比較して特に称賛されています 当は中央書記書に対して積極的に行動し真剣に職務を遂行し責任を尽くしたと称賛しました一方2022年1月6日の会議後の報道では中央書記書は職務遂行について責任を尽くしたことのみが触れられていました蔡新婚氏はこう指摘しています 彩輝は昨年初期書の常務書記に就任した後中共当初の思想を宣伝する上で重要な役割を果たした中共の公式な個人崇拝の度合いは最高の域に達し彩輝に対して当主は非常に満足している彩輝は党のイデオロギーを主観し習思想運動のいわゆる主題教育の学習を推進しています 3日に北京市で開催された中共全国宣伝部長の会議で彩祈は中共党首を断固として支持しています党の文化の指導権を堅持するよう要求したのですこのいわゆる党の文化の指導権とは初めて言及された言葉です蔡新婚氏はこう述べています過去に各大派閥は実際には同等の地位を有していたが今では全く異なる 中共の党首は再起に非常に満足しており、他の部門には不満がある。彼、習近平は再起が十分に良い仕事をしていると考え、再起を引き上げて皆が再起を手本とすべきだと考えている。これにより矛盾が公然化した。政治評論家の李林一氏は大紀元に対してこう述べています。 中共党首が主催した政治局常務委員会では中央書記書だけが持ち上げられているこれは再起派の羽振りが良いことを意味している全国人民代表大会、国務院などの5つの主要組織は歪症化されているように見える再起が今や一時的に権力を握っているため党首の下の他の異なる派閥の嫉妬や不満を引き起こしやすい それに続いて権力闘争が生じ再起の結末が毛沢東時代の林平のようになる可能性がある林平はかつて中共中央の唯一の副主席でした毛沢東自らが指名し東証にも記載された後継者であり軍も掌握していました 当局によれば内部抗争の中で当時の林兵は逃亡せざるを得ずモンゴルで飛行機事故に遭い死亡しました最近では中共党首が突然死亡した場合後継者問題が浮上する可能性があります州軍団が最終的な内部抗争に突入しその際再起が権力を掌握する可能性があると議論されています蔡秦孔氏はこう指摘しています イキは党務、イデオロギー、安全を管轄している彼が現在果たしているのは過去の後継者の役割だただしイキの年齢は党首とほぼ同じであり少なくとも現時点では野心があるとは考えにくいただし外部では彼が野心を抱いているという憶測がありもし党首が疑念を抱くなら彼を取り替える可能性もあるという もちろん当主が突然死亡した場合再起の役割も重要になるだろう蔡新婚氏は以前 X でこう述べました再起は中共当主に媚びへつらうことによって高い地位を確立し非常に良い日々を送っているしかし君主に仕えることは虎に仕えることのごとしと言われる生活だ 当主に少しでも疑念が生じれば蔡は愛想をつかされさらに惨めな最期を迎えることになるだろう政権が更迭されれば蔡起は徹底的な清算の対象となる可能性がある日頃より中国関連のニュースを視聴されている皆様に中国政権からの迫害に動じない芸術団の存在を紹介させてください 皆さんは1 0芸術団についてご存知ですか2010年1月27日から31日にかけてこの芸術団は香港で上演する予定でしたこの芸術団はとても人気で約1週間でチケットは完売しましたしかし香港の入国審査局によって1 0の制作主要メンバー入国が拒否され公演中止を余儀なくされました 一つ大事なことなのでお伝えしておきますが繁栄芸術団は中国共産党政権とは全く関係ありません失われた真の中国伝統文化の復興を自らの使命として背負うこの芸術団はニューヨークに拠点を置き年間800公演を200都市で行っています 中国の古典舞踊を現代に届ける浅円芸術団がこの冬日本にやってきます今アメリカやヨーロッパをはじめ世界でセンセーショナルを巻き起こしている必見の公演です表現の自由のない中国を飛び出し自由の国アメリカから芸術の力で真の中国の伝統を呼び戻そうとしている人々です ですから政権のイメージ戦略に使われる舞踊劇のようなものとは全く別物ですこれを聞いてホッとされた方も多いのではないでしょうかむしろ中国政権はこれまで何度もこの繊維公演の妨害を繰り返してきました 一方で宣言はこれまで共産党政権が中国の伝統を破壊してきた事実を演目の中に取り入れ臆することなく表現していますなぜ当チャンネルでこの芸術団についてご紹介したのかお分かりいただけたのではないでしょうかなんといっても日本は中国の古き良き文化に親しんできた国ですから日本の方々には特にお勧めできる公演です とはいえ多くの方はここ数十年の中国共産党統治下の中国にはうんざりしていることでしょう近いようで遠い国とそう感じていらっしゃる方も多いでしょうですからぜひ失われた真の中国を悠久の文明が育んだ美しい芸術公演を劇場で生で体験されてみてはいかがでしょうか 厳しい鍛錬を重ね、一流のアーティストが与える力強いエネルギーを劇場で体験してみませんかぜひ概要欄から講演情報をチェックしてみてください。あなたのお近くの都市にシェンエ円芸術団がやってきます。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多謝各位收睇，守護真相絕對唔會放棄，我哋嘅堅守，需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋嘅 Patron。我係 Zack，下次再同大家見面。